こんばんは。ナビゲーターの平尾のりこです。静岡県がお届けする富士の国ナビプラス、今週も耳寄りな情報をお送りします。さて、静岡県が世界に誇る地場産業の数々、中でも遠州織物は長い歴史と伝統の技が光る地場産品なんです。そこで遠州織物の素晴らしさをより多くの人に知ってもらおうと、世界的な衣装デザイナー和田恵美さんを審査委員長に迎え、遠州織物で夏服を作るデザインコンテストを開催。今年の2月25日には全国から応募のあった285点のうち13点が実際に制作され、賞形式で審査が行われました。そしてついに入賞作品をベースにした夏服が作られました。侍をイメージし、機能的でかつ快適、実用性のある男性向けのものなんですが、どうです、素敵でしょう。そのお披露目イベント、遠州織物夏フェアが6月2日土曜日、浜松市ギャラリーモールソラモで開催されます。ステージイベントや地場産品の販売などもあり、お気軽に楽しめる内容となっています。イベントのお問い合わせは県地域産業課 054-221-2522 です。遠州織物の素晴らしさをぜひ体感してみてくださいね。明日5月30日はゴミゼロの日です。静岡県ではこの日に合わせてゴミ削減推進不法投棄防止キャンペーンを実施。県内各地で清掃活動や不法投棄防止のための街頭キャンペーンを行います。皆さんもお近くのイベントに参加してみてはいかがでしょうか。来週も耳寄りな情報をお届けします。それではまた。